いと思う新人声優ナンバーワンはということです。どれぐらいまでが新人なんだ。新人の自分より下だったらみたいなこと。自分より下結構いいんだけど新人だっただけ。新人声優これ別に単純になんか気になるとかすごいなって思うとかでも大丈夫ですよね。もちろんです。下ってなるとね。さあ、はい、それではフリップをオープン。じゃじゃん。バラバラですね。みまりさん、私はもうこれ、うん、あの木戸あかりちゃんなんですけど、でも新人ではないね。鬼滅の刃の禰豆子の役を。もう大ヒット、やっぱりヒット作に出るってすごいんだなって。もうなんかあのちょっとそのお芝居とかとまたベクトルが違う話になっちゃうんですけど、こうツイッターでご自身のこのアップお写真をアップするといいねがもう3万いいねとか普通に来るんですよ。立派なインフルエンサーすごいんですよ。で私なんかもうそれにめちゃくちゃ嫉妬してるんですよ。いやでも結果的に言えるってすごいな。私も結構自分の顔の写真とかアップするんですけど、まあ、7000くらい。いやすごい。すごいなんか私の中ではそれでもすごいと思ってたはずなのに、なんか明るい人の見たらなんか3万え何こ3万とか出るんだと思って出る出るってすごい。だから私も3万を叩き出したいって今すごいあの思ってるんですけど、まあでもなんかちょそれはちょっと話がまた声優とはなんかちょっと話の方向が違うなっていう。あくまでも紀藤ちゃんと同じ土俵で叩こうとするわけな。そんなことはないんですけど。紀藤あかりちゃんは僕養成所の時からもうずっと仲いい、結構一緒に切磋琢磨してる子なんですけども、最初から結構でなんか何でもできちゃってて、ものすごい器用で、いろんな年齢幅とかの役の演じ分けもできる、もちろん演技も素晴らしくて、でそれが最初からできちゃってるっていうのが、僕より半年後ぐらいに養成所入ったみたいな子だったんですけど、もう最初からもうバーンってできちゃってて、あこれは多分売れるだろうなって思ってたので、実際ね大ヒット作に恵まれてて、確かに紀藤ちゃんはね、お客様がビリビリして、僕本当に業界のあれで申し訳ない、鈴木亮太くんってあのね、もともと森久保さんも多分ご存知 の, あの後輩さんだと思うんですけど、何のアニメやられているんですか。かぐや様は告らせたいとかでキャラクターを演じられていたりとかなんですけど、彼すごいまだ若くて僕の一個下とかなんですけど、最近 の, その若手の男性声優ってみんな結構声が高い少年的な子が多い中で、彼はすごいあの下に響く、あとなんか見た目も結構本人鍛えるのがすごいですね。なんか男気あるやつだよね。そうなんですよね。割とこうストリートな格好が似合うみたいな男気ある感じで、最近のその中性的な人が多い中で、あこんな玉が出てくるんだみたいなところで、りょうたはすごいなんかかっこいいなと思ってますね。森久保さん、あみんな、みんなですよ。ずるいです、その答え。若いってだけですごいもん。ずるい。この間ね、まあ、ある番組でまだお会いしたことないような今20代の男性声優たち20人ぐらいと一つ番組やったんですよ、僕 MC で。そしたらやっぱもう時代感覚がやっぱり違う、もう今の子たちの20代の、まあ、竹内くんもね言ったら20代 だけどさ、まあね、あ君もでも、まあ、この中で言ったら俺竹内に一番嫉妬しますよ。もうないものいっぱい持ってるから。そんなことそんなないです。若い感性ってこうやっぱ自分らにないものがあったし、うんはい、すごいこう新しい感覚に対して、まあ、脅威だし興味もあります、はい、だからみんなですね、もしくは竹内ですね。嬉しいですけど、そんなバツさんありがとうございます。いかがでしょうか。そんな中しゅんちゃん、しゅんちゃん、この番組に合わせて、あまあ竹内しゅんちゃん、その場にいるから、今2票入ってるからね。確かに。その中では16、17の時から噂を聞いていて、ね、ずっと新人なんですよ。はい、そうですね。ただ地方で一緒にイベントした時に俺がしゅんちゃんをお姫様抱っこして写真撮ったりとか遊んだり、もう本当にデビューしたての頃から可愛がっていただいてて、うん、っていう感じの関係性の中でそうやって言っていただけるのすごい嬉しいな。なんか新人感ないんすよ、しゅんちゃんは。まだ全然新人ですよ、本当に。いやいやいや、今23 23ですね。新人さん、もっと浮ついてていいんだぜ。浮ついてますって、もうこっちに足ついてないですよ。なんかね、そう紀藤さん見てさ、これいつは売れるだろうなみたいな人だったし、位置がさ、どの貫禄やってそれはちょっと、ね、生意気すぎますよ。ビビバババババ
タラララビロビロロロビロボンタラララビロタラララビロボンタラララビロボンタラララララドラドンツデデデンパンパンタラララビロドラドン長い旅の後でまたずっと僕ら笑っていようよきっと永遠なんてないからそれぞれに一番の綺麗な花が